じゃあどうするのかって話なんだけど、だからケーキハウスシーンはその暇の月多分工夫してると思うよ。もう創業何年も経つでしょ、何十年、親の代からやってるんだっけ、3代目、3代目の奥さんでしょ。だからその夏場はスポンジ食いたくない、だから水っぽい冷たいものをとかってやってなんとか舐めしてんだと思うんだよね。でリビア業界の人たちどうするかっていうと、俺がそれこそ OK クラブの時からずっと考えてたのは、俺の中では1年の中で3月、4月、7月、8月、12月にはいくらの、どう考えてもピークが来るなっていう、この3つのピークを生かしていく方法を考えようと思ったわけですよ。当時俺が多分30代半ばぐらいの時かな、どうしたらこれいいのかなと思ったの。でもお客さんに、いや12月の年末は混むからちょっと外した方がいいですよっていくら言ってもなかなか外してくれないのね。でそういうのをどうやったら混んでる時を来ないでください、空いてる時に来てくださいってできるのかなっていろいろ試行錯誤してたんだけど、一番有効だったのは予告をするのよ、お客さんに。で俺がよくずっと前から時間予約、時間予約って、でなかなか時間予約の壁っていうのは実はリビオジさんは手を出さないっていうか出しにくい、すごくデリケートな問題として捉えすぎてることがあるわけ。でお客さんって髪の毛切りたくなったら来たいんであって、それをこっちからどうにかするのは失礼なんじゃないか、おこがましいんじゃないかと、次回の予約をしてもらうことがね、そういう思考で結構生きてる人が多い。俺はこう考えたよ、12月に客数としたら、客数年間の12ヶ月の中で最も客数が来る月だと仮定しましょう、ね、実際にみんなの店って12月が一番もう死ぬほど忙しかったとしましょう。そうするとこの何も努力を、経営努力をしなくて来る客数じゃん、工夫をしないで来た客数、この人たちの数をこなすことにどうしても翻弄されるのよ。毎日の忙しさ、お客さんの数をこなしていくことでにすごく意識がしちゃって、要するに1月ボーンと見れた時に忙しかった印象だけが残る、疲れだけが残る。でもこれをなんとか生かすには、お客さんがたくさん来るってことはない、1ヶ月じゃあ30日、なんか31日の中で何日間か休むとして25日営業しましょう。25日間の中で最も平均1日に来るお客さんの数が多いわけだね。でこの時に何ができるのか、忙しさをただこなすだけじゃなくて何ができるのかというと、1ヶ月に一番たくさんお客さんが来る月イコール最も多くの人に直接何かを伝えられる月と考えるんですよ、だから11月とか10月とか客数、1月とか2月とか客数が減るときに何かお客さんにより時間を割いてやるよりも、ほっといても超忙しいときこそ全員に何かを告知すべきだと思った、告知をするチャンスがいっぱい来るんだから、じゃあこのときに1月2月をどうやって暇にしないのかって考えたわけ、ってことは12月に来たお客さん全員に、いや今日は予約取れてラッキーでしたねと、予約最近もう本当おかげさんで12月で忙しいから予約取れないのに、あなたが電話してくれたタイミングはたまたま予約空いてて本当に良かったですって嘘でもいいから言うわけよ、あそうなんだと思うじゃん、あよかったラッキー、でもね取れなかった場合それが何日かずれてあなたのかっこいいはだんだん遠ざかっていく、あなたの素敵かわいいはどんどんダメになっていくわけじゃん。だから今日取れて良かったけど、これと同じ現象が実はここに起こるんですよ。だってあなたの娘さんこの時期ちょうど卒業だ入学だあるでしょ、確かに3月もうある、4月に入学式私ある、綺麗なままで行きたい、だからさ今日ここ取った方がいいよ、今確実に日程分かってるの何、え上の子の卒園式、じゃあその前のここの予約取ってってやるじゃん、そうするとここだけ取って安心させちゃダメなの、ここ取るってことは、キミちゃんがいつも2ヶ月に一遍来るお客さんとしましょうか、12月の
分かりやすく30日に来たってことか。これを娘さんの卒園式が3月の18日にあったとしましょうか。ってことはここから数えて1、2、3ヶ月空くわけですね。3ヶ月の中で本来だったら2ヶ月に1遍しか来ないんだけど、ここから来なかったら3ヶ月は一応じゃん。でも2ヶ月の1遍の人を1ヶ月半で来させることに成功するのよ。わかる？で、3月だけ決めてるとここのペースが絶対に今日からおかしくなるから、ここから取ってってっていうの。取ってもいいよ、取ってもあげてもいいよ次回予約なんかお願いしちゃダメなんですよ。どうか次回予約取ってくださいからダメね。もう姉さんなんかうちは取るもんやけ今日姉さんいじりに決まりましたちょうどいい場所にいるからあの前回の福岡の歯医者のあれで俺たちの心が芽生えちゃった 恋が芽生えちゃったそうすると今まで、12月の一番12月から数えて2ヶ月に1遍しか来なかった人を次のイベントごとを絶対綺麗で迎えさせてあげるサービス、無償のサービスですよ。これ取ることによってお金もらわないから最も親切だと思います。分かる？無償ってのはお金をもらわないって意味よあるは自信があるですやめましょうか無償のサービスですよ。これをお店側のおすすめする買っていただく商品、お客様を欲しがってないのに買っていただく商品という位置づけをするから次回予約なんておこがましいって考えた。でも俺はこれをサービスだと考えるよ。そうするとお客さんにとっていいことしかないじゃない。もう入園式前綺麗なままになることが約束されました。しかも今までのあなたよりも今日からこの日を迎えるまでの可愛いままが約束されちゃうの、うん、で、この12月の頭から来る人、ならもう11月の半ばぐらいから来る人たちにその提案をしていくのよ。そうするとただでさえほっといてもいっぱい客数が来る人の中の10人に1人でも確かにあなたの言う通りねって言って3月を取ってくれる人がいた場合、ほっといても来年12月の後半に来る人の人数はそれと比例していくわけだよ。だからここに余白ができる。さっき言った通りこのギザギザのここを埋めていく行為が始まってるわけ。もうすでに今うんって誰か言った？あ、お前かやっぱ愛情の意地だよ。で、当然もう気づいたでしょみんな。3月4月にまたほっといてもお客さん来るんですよ。じゃあこの時のお客さんの C5 をどうやって C56 をどうやって決まりしないかっていうと、この時の提案をする、なんなら途中の5月のゴールデンウィークを提案をするんだよ。そうすると自動的に年間どんどん入ってくじゃん。実はこれが信屋の年間予約のイメージをなんていうのベースになってる。そうするともう来なくていいってなんかないじゃん。だってシャンプーはなくなるし、化粧品もなくなるし、白髪が伸びてくるし、もう豊岡清岡に縛られた人生です奴隷です、奴隷でも世の中で何かそういった技術でも知識でも何かこうサービスを提供して生業にしてる人、レベルが高い人ほどお客さんはその先生の奴隷になることが喜びなんですよ。なぜかというとその師匠の言ってることをいかに聞くかが自分にメリットがたくさんあるってことを知ってるから、アンテンヌのお客さんは多分ね多くは先生の言うことは全部聞くと思う。なぜかというと先生は絶対自分を騙さない、絶対自分に嘘をつかない。先生の言うことをちゃんと聞いてれば私はいつでも綺麗でいられるってことを知ったし信じてるから、実際それをやってみせてるから。で、時に何かがあってそれを少し狂った時に、な、言わんこっちゃねえだろって言えるだけの自分の下積みがこうあるから、だから、いやこれはもう二度と先生の見つけを破るなんてことはできないと思う。そうやって繁盛点というのができてくるんですよ。
で話を続けます。でゴールデンウィーク今までだったらほっといたらもう適当な時に来るから、例えば4月に来た人が次6月の半ばぐらいに来ちゃって一番暑いくて、ね、夏休みどっか出かけるって時はまあこの間行ったばっかだしまだ早いからいいかっつってこういうおかしなことになっているわけ。これはお店の暇な時間を埋めてくれる人の特徴でもあるんだよ実は。さっき言ったこのギザギザのギザの方、ここを埋めてくれる人たちは気まぐれで来る周期がむちゃくちゃな人、または何も言ってないのにちゃんと来る人で構成されてて、気まぐれで何ていうのかな、こう世の中の流れで来る人はこれを作ってるの、でだからここの人たちが悪いわけじゃないんだけど、ぶっちゃけ美意識がめちゃくちゃ低くてあなたの価値をあんまり感じてないですよ、あなたのだからあなたが教育してないからそういう悪い弟子がいっぱい育っちゃったと思う、だから今度ここに来たら7月8月は家族で行楽に行くでしょとか親戚の集まりがあるでしょとかなんだかんだあるでしょっつってここに来た人たくさん来る人たちをここの予約を取らせるとこの間が決まっていく。当然この時に必殺のクレを出してくるカードを切るわけですよ。そしたらここの本来今だったはずの10月11月が簡単に鳴らされていくの。このジェットコースターが終わる少しずつこう平均になっていく。分かりやすい例で言うと一人サロンの場合売上がめちゃくちゃ今月低かったです。25万円あれね。でも12月もすげえ忙しくて100万円いったとするじゃん。100万円25万円ってことは75万円って4倍だよ。4倍この差をだったら、暇な月25万円が何回超忙しい月で100万円が何回かあって総合で、1年間の売上がこのぐらいだとしたらなんかあまり超忙しい時もないし超暇な時もないし快適ドライブ1年間快適ドライブでこれよりも高い年収の方がいいじゃん。これは持って生まれた才能と恵まれた環境ではなくてこういった戦略によってやるんですよ。俺生まれて初めてこんな真面目なセミナーやった初めて聞いたの。俺も多分初めてだ、はい、でちょっとあのレビュー業界じゃない人がね当てはまらない月とか数字かもしれないんだけどかなり落とし込んでいけると思う。その忙しい暇を店主がコントロールする。それにはお客さんを教育していくってことで、これができるかできないかはイメージできるかどうかなのよ。一個前の話に戻りますけど、さっき何だっけ、イメージと思います。行動。行動。行動上に。願う。あ、願う。そうなったらいいなってみんな思うの。でもそうなった自分をイメージできないな。なぜかというと、自分はそうなれないと信じて生きてるから。ノブさんとか清香さんはできるけど、僕は私はできるわけがないと信じてる人はまず願ってないじゃん。ね、信じてないじゃん。そうなれた自分をイメージできてないじゃん。だからなれないの。豊岡清子さんってそれこそ別にテレビで奥さんも改造もしてないし業界誌も出てないでしょ。もともと有名人じゃないの。多分福岡のあのエリアの中でも超有名美容師さんじゃなかったんだ、ね、でも自分でお店出したらもうみんなびっくりするぞ。収入聞いたら聞いたことないけどいや本当そのぐらい要はトップセールスレディですよ。それは何が違うかっていうと、彼女はきっと信じた、自分を信じて願ってイメージした先の行動があったと思う。一番はとにかくイメージしたんだと思う。こういう美容師になるんだ、こういう生活をするんだ、みんなからこういうふうに思われる人間になるんだってことをイメージして、そこにってことはこれが必要で、これが必要で、これが必要で、もっと言うとこれは捨てる以外にない、で捨てたものと手に入れようと努力したもののバランスが今の彼女を作っている。それは俺は違 うタイプかもしれないけど、俺もそれをやってきた。みんなが今どこにいるかは分からないんだけど、今のあなたはそれの集合体なんだ。だから今のままでいい人は今のままのやり方をやればいいんだけど、今よりも少しでも高いステージ、自分がイメージする高いステージに行くためには一番最初にやることはその信じてイメージしてそのための行動をするってこと。